お姉ちゃん待って。しーちゃんこっちこっち。小学校4年生の野外活動で訪れて以来15年ぶり、大自然の中で過ごす休日を楽しみたい。そこで夏休みの遊び計画、レインボーハイランド。大好き松山、より優しくより強い松山へ。松山市野外活動センター、愛称レインボーハイランドは、スクールゾーン、キャンプゾーン、アドベンチャーゾーンの3つからなり、面積は45ヘクタール、東京ドーム10個分の広さを誇る、最大920人が宿泊できる総合レジャー施設です。このエリアは定員10名まで宿泊ができるロッジです。わー、綺麗なお部屋。天井が高くて広々してますね。はい。あ、こちらにはキッチンもあるんですね。はい、IH コンロを2口ご準備しております。おー、そして炊飯器と冷蔵庫もある、はい、こちらの方でお料理もお楽しみください。お、この和室ではみんなでゲームとかしたいですね、はい、このタイプの和室はもう一部屋ありますので、分かれて楽しんでいただいても大丈夫です。あ、空気が美味しい。優雅な時間が過ごせそうですね。他にもお子さんに人気の2段ベッドがある部屋も5棟あります。そしてこの日、炊事棟では、今日何の行事で来たの？一泊二日のレインボーハイランドに集団宿泊活動で来ました。一泊二日するんだ。はい。今は何作ってるの？カレーを作ります。レインボーハイランド来るの初めてですか？幼稚園の時にお泊まり保育でなんか来る予定だったんですけど、台風で行けなかったんですよ。じゃあ今回は来られて、はい、よかったです。本当に初めて来てみてどうですか？やっぱみんなと来ると楽しいです。宿泊活動では特に楽しみなことありますか？明日のオリエンテーリングが楽しみです。何するんですか？地図をもらっていろんなとこを歩いて順位を決めるゲームです。レインボーハイランドには来たことあるんですか？家族で来ました。どんなことが楽しかったですか？その時は、やっぱり自然と触れ合えるので、ここ改めていいとこだなと思いました。施設内には至る所にトイレがあり、清潔なシャワールームも完備されています。さらにこちらのおしゃれな建物は授乳室、安心して赤ちゃんを連れてバーベキューを楽しむことができます。今日私が最も楽しみにしていたのが初体験のソロキャンプ。青木さん、ちょっと待ってください。はい。ロープはピンと地面に張れるように打っていきます。ペグはロープと90度になるようにさせてください。ここが90度、はい、どうでしょう？完璧です。よし、ゆっくり。あ、着いた。わー、着いた。やったー。キャンプ楽しいね、うん、夕飯は何を作るの？キャンプといえば、わかった、カレーだ。ブー、ビーフストロガノフ。